エパメーノンダス像、イザーク・ワラベン、エパメーノンダスの詩、エパメーノンダスは古代ギリシア定売の将軍、政治家である。オーブン表記からエパミノンダスとも呼ばれる。デュクトラの戦いで車線陣を用い、新生体を率いて最強と歌われたスパルタ軍を破った。現在の定売改めてイバシのメインストリートの一つにはエパメーノンダスの名が付けられており、その一角に 彼の銅像が建てられている。紀元前420年頃、エパメエノンダスは、定売の貴族として生まれた。貧困貴族であったが、高い教育を受け、中でも、ピュタゴラス派の哲学を愛好した。重層不評として軍隊に参加し、紀元前385年には、ギリシアの派遣を狙うスパルタの援軍として、マンティネーア攻略に新生態を率いて参加した。 親友であったペロピダスが負傷、スパルダに救出されるまで彼を守り抜いた。紀元前385年、スパルダは定売を併合し、併合反対派の有力者を追放した。非追放者にはペロピダスが含まれていたが、危険がないとみなされたエパメーノンダスは追放を免れた。エパメーノンダスは、当てないで母国解放の機会を伺っていたペロピダスの連絡を受け、 定売の独立を図る。紀元前379年、ペロピダス一派による定売市民の決起が成功し、定売はスパルタの支配から脱した。定売はペロピダス指導のもと利害の一致したアテナイと結び、スパルタとの戦闘を避けつつ、講和に有利な状況を作り出したが、次第に当てないと反目するようになる。紀元前374年には講和会議が、 開かれたが、ボイオティア諸都市からの撤退を要求するスパルタを、アゲシラオス二世と決裂。スパルタは、定売の攻略を決意する。紀元前371年、エパメーノンダスは、ボイオティア諸都市から集められた軍勢の、総司令官として、スパルタ率いるペロポネソス同盟軍と対決した。この戦いで彼は、車線陣を用い、新生隊を率いて戦い、 劣勢でありながら圧倒的な勝利をもたらした。その後ギリシアの派遣を求めて紀元前370年ペロポネソス遠征を決行する。途中、指揮権の任期が切れたが進軍を続け、スパルタの要衝を攻撃した。しかしアテナイがスパルタの支援を決め、進軍も困難になったため、定売に帰国した。帰国後、母国の指、サツカンは 無許可の指揮権延長を違法とし、彼への死刑裁判を求めたが、エパメーノンダスは、自身の演説によって、窮地を脱した。この後、再び遠征し、スパルタとアテナイに打撃を与えたが、反撃の機会を伺っていた国内の政敵により、戦火不足を求断されて政界から追放される。その後の戦闘では一兵卒として、参加、自軍が、 敵の待ち伏せに愛全滅の危機に陥った際には、彼は指揮権を移譲されて、自軍の危機を救った。紀元前362年、テゲアの出兵要請に応えた定媒は、マンティネアと結んだスパルタ、アテナイト、再び対立し、4度目のペロポネソス遠征を行った。エパメーノンダスは、スパルタやマンティネアを奇襲するも戦火が上がらず、海戦に訴えた。この戦いで、 エパメーノンダスは自ら突撃隊を率い敵を配送させたが自身は戦闘の最中に槍を受けて戦死した。マンティネアで彼をはじめとする上級将校を全員失い、もはや彼の戦闘競技を継承できる定売人はいなかったために定売は派遣を維持することが困難になった。それを受け継いだのは定売で3年間の人質生活を送っていた。 マケドニア王国のピリッポス二世であり、彼とその子アレクサンドロス三世は、後にマケドニアのファランクスを編み出し、カイロネイアの戦いにおいて、定売軍を破ることになる。ありがとうございます。